ホセ・アンヘルグリア・トレビーニョは、メキシコの経済学者、外交官。1994年から、メキシコ外務大臣、財務大臣を歴任し、2006年からは、経済協力開発機構の事務総長を務めた。氏名は、アンヘルグリアとも表記される。メキシコ国立自治大学で、経済学の学士号を取得後、イギリスのリーズ大学及びアメリカ合衆国の、 ハーバード大学大学院に進学。その後、エルネスト・セリージョ大統領の下で、1994年から1997年まで外務大臣、1997年から2000年までは財務大臣を務めた。外交では、米国のヘルムズ・バートン法に反対し、財務面では対外債務構造の改革を進めた。また、 北米自由貿易協定交渉にもあたり、外省時代の1994年12月に発生したメキシコ通貨危機の際には各国を回って金融支援を要請した。メキシコ開発銀行、メキシコ外国貿易銀行の東取県 CEO なども務め、2003年から2005年までは米州開発銀行エクスターナルアドバイザリーグループの委員でもあった。 セディージョ大統領の下で6度にわたり政府支出を削減するといったメキシコ経済安定計画の立案者でもある。その政策の効果は続くビセンテ・フォックス・ケサーダ大統領時代に認められ、2005年7月、ビセンテ・フォックス大統領から OECD 事務総長候補に指名され、2006年6月 OECD 事務総長に就任した。2010年5月、 社会と経済の発展のために、ブロードバンド技術を活用するため設置され、ITU とユネスコが共同で運営する、デジタル開発のためのブロードバンド委員会の委員に就任した。スペイン語、フランス語、英語、ポルトガル語、イタリア語、ドイツ語の、計六カ国語を話すことができる。また60回以上の訪日歴があり、地日派とされる。二千十年九月三十日。 1>, 1期目の任期を翌年6月に控えたグリアは OECD 事務総長に再任され2期目5年の任期を務めることとなった。2011年4月東日本大震災の翌月に日本を訪れた際には震災復興財源としての消費税増税についての質問に対し日本の消費税は欧米諸国に比べ低く引き上げの余地はあると述べ 段階的な消費税引上げを提言した。2015年5月26日、OECD 加盟34カ国がグリアを事務総長に再任することで合意し、3期目5年の任期を務めることとなった。ありがとうございます。